はい、では、はい、順番にお願いします。おっす、いやおっす、ごめんなさい、堀口勝った、よしよし、すいません、はい、のりこいがらしです、おめでとうございます。ありがとうございます。今堀口選手勝って喜ばれてましたけど、やっぱ応援されてたんですか？間違いない応援でかれみんなもし、ごめん、ポルトガル語、O Horigoichi é um dos caras que, é lógico que meus ídolos são meu time. もちろんあの自分の選手、自分のチームのサトシ選手、マルキンヨス選手、それから鈴木選手以外に日本のアイドル、自分にインスピレーションを与えてくれた選手というのが堀口選手なんですね。で、彼は世界で一番大きな団体でも戦ったことがある、まさに歴史を作った選手だと思っています。彼からたくさん学んでいます。今あの彼のスタイルですとか落ち着いたところ、それからそうですね、いろんな意味でとても自分にインスピレーションを与えてくれてますし、彼を非常に尊敬しています。彼のような選手が本当に侍だと思っています。侍のスタイル、あの非常にあの冷静でとても礼儀正しいものですね。で、そういう選手がもっとリスペクトされるべきだと思っています。残念ながらあの悲しいことに今日本ではあのいろんな、こう、なんて言うんでしょう、話を、いろんな人の悪口言ったり、それから相手をリスペクトしなかったり、遅刻したり、ルールを守らなかったりする選手が割とこうメインになんかいいように扱われていますけれども、そうじゃなくて昔ながらの本当の格闘技の選手っていうものをもう一度思い出してほしいと思っています。ちょっとなんか堀口選手が、堀口結構なおらおら、おおお、素晴らしいなおめでとう面白いな、それごめんね、みんな言ってみて素晴らしいな、それが私言ってた、それがサムライスピリッツじゃん、ほら私同じ体です、体です本当のことを言いますと、あとライジン、自分のライジンとの契約というのは今日で終わりなんですね。なので今後のことはまた社長と話し合って、あのまあファイトマネーのことですとか今後どうするかなどを話し合って決めないと何も自分からは言えません。今はで平本選手に関してですが、自分は全く興味がありません。彼はあのインターネット上でいろいろ騒いでるかもしれないですけれども、人としてもアスリートとしても尊敬できません。あのイベントのルールを守らなかったり、そして何よりも彼を弱虫だと思っています。なぜなら金原選手とやる試合の時に自分は平本選手が自分を挑発したんですね、やろうって。で自分もやろうって言ったんですけれども、やるはずがどこか海外に逃げていたんですね。電話してもつながらない状態で、なのでそういうあの選手とは戦いたくないと思います。自分は本物の格闘家と戦いたいです。彼は口ばっかりだと思っています。Zé Droguinha literalmente um drogado falo mesmo